皆さん、前回牧場激うまケーキを作る動画を上げましたが、その中でこんなシーンがありました。全然余熱が終わらないです。こうしている間にも、世界では8秒に1人ラクトーカードマンが増えている。世界では8秒に1人楽天カードマンが増えています。この動画を上げた後ふと不安になり、楽天グループ株式会社の2021年度第3四半期決算説明会資料を見たところ、2021年第3四半期末時点での楽天カード発行枚数は2390万枚、第2四半期末時点では2312万枚だったので、第3四半期で78万枚増えたことになります。第3四半期は92日間、時間に直すと2208時間、分に直すと132480分、秒に直すと7948800秒です。すなわち、楽天カード1枚が増えるのに必要な時間は7948800秒割る78万枚で 10.19 秒、すなわち楽天カードマンは10秒に1人増えていました。この度は楽天カードマンが8秒に1人増えているなどというデマを流してしまい、大変申し訳ございませんでした。なお、このまま楽天カードマンが増え続けると、1億2580万人引く2390万人かける10秒で10億1900万秒。つまり、約32年で日本人すべてが楽天カードマンになります。楽天カードマンはあなたの隣にいるかもしれません。選別はもう始まってるんだよね。信じるか信じないかはあなた次第です。